ハイビスカスマイクありがとうこんばんは中村まいです皆さんお疲れ様で可愛い,いもありがとう結婚してもありがとうちょっと唇の色が一個もありません <laughs> こんばんは今日も暑かったね なんかニュースでやってたんですけどなんか39度とか38度とかもうそんぐらいらへんまで行ってるところもいっぱいあって本当に本格的に暑いんだみたいなのがやっててでなんか1990年代の同じこう8月の気温はこちらみたいなんで出ててそしたらなんか20。 22度とか23度とか8月のその暑い中なのに22度とか23度ぐらいの温度の時もあったりしていや30度超えてる時もあったんですけどそうあのもう真夏なのに全然22度みたいな気温の時が全然あったんですよありがとうございますでそう30年前だよねちょえ20今4年 30年前ぐらい,いそうもうこの世界がどん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 、ま、30年間ぐらいでこんだけ暑くなったってことじゃないですかっていうのを考えてたら多分今後もうすすっっごいいめっちゃゃくななるじゃないですかもう多分また30年後とかには多分もう45度とかになってるかもしれないもう50度ぐらいの近くになってるかもしれないじゃないですか。 そしたらさもう地球に住めないじゃんってちょっと思い始めてクーラーなくても過ごせたえなんか昔はもっと涼しかったみたいなんかさもう外に出れなくなるんじゃないかなって思ってさなんかやばくない火星移住そうですよなんか火星移住計画あるじゃないですか <laughs> だから もうみんなそろそろ移住するんじゃないですかねわしらその時代に生きてたんえどうでしたか1990年はね私99年生まれなんですよで生まれるちょうどまあ10年前ぐらいなんですよまあ9年前なんですけどそんぐらいですね約10年前ぐらい涼しかった 今ほど熱くないないんか最近さもう私なんか不安になってきて自分が今25なんですけど3030 30年後だからまあ55とかまあそんぐらいになった時もうなんか暑くて外に出れなくってでもうなんか地球に住めないやってなるんじゃないかなってなんかめっちゃ不安になったんですよ。 野外フェスはもうもう、まあ、暑いよね。エアコンがなかった、考えられませんね。四十度超える、そうですよ。なんかもう四十度とかってもう本当に高熱の人がずっと抱きついてるみたいな感覚ですよね。あの三十 9度とか四十度ってあ、ちょっとピッポピッポしてる OK ちょっとミュートにしてました <laughs> 緑化を進めようあ 緑が増えたら涼しくなる？<laughs> あ緑化っていうの <laughs> あ？これ緑化じゃないんだ <laughs>。緑化？何緑化って緑を増やすってこと？<laughs> ななんでですか？ <laughs> 見た目が緑って涼しくなるの日陰ができるえそういう問題なんですか自然を増やしたら冷えるへえー、水まいたら涼しくなるあるよねそれなんかなんだっけうわー 打ち水と打ち水の原理と一緒だよね前に調べたのに忘れちゃった浄化浄化じゃないあ気化熱それだなんか涼しくなる原理みたいなのを調べたよね気になってフルーツありがとう <laughs> <laughs> もう暑いから多分あれですねなんかこう外という概念がいずれなくなるかもしれません全部室内みたいな通路通って会いに行くみたいな外の世界は暑いから出ちゃダメだよみたいな。 アーケードでなんかあのー、あっアリさんかわいいアリさんそうアリさんみたいな感じまあアリさんは地下だけど、まあ、アリさんじゃなくてアリさんの地上バージョンみたいないつもそんなもの考えてるそんだよそこんなことばっかり考えてるよもう。 お風呂入った暑すぎてさ帰ったらベタベタしちゃってもう本当に秒で入ったよ <laughs> 帰った瞬間に <laughs>「入る<ー>!」って <laughs> あの子のペンライトありがとう <laughs> なんかレッスンしてたんだけど レッスンしながら、今日の風呂は気持ちいいだろうなーって思いながらレッスンしてました。<laughs> あのあのもうベタベタしすぎて風呂に入るぞ。ってシャワーを浴びた時のことを考えながらうわーって早く入りてーって。<laughs> って考えてたよ。 シャワーですよ <laughs> ですんじゃ中から <laughs> シャワーしか入りませんほんとにさあのホテルホテルに行った時だけためるのやけどさもほんとになんかのぼせすぎてためるとね リリーベの時もベタベタ握手ちょっと待って待って待ってベタベタ握手あベタベタで握手大丈夫あ私がベタベタだったのかなまたまあでもベタベタってかベチャベチャしてたんだけどごめんねって感じでもうんなら言いましたちょっとベチャベチャ今してますごめんなさい本当にあの夏場の握手 ねえ、もうなんか、べちょべちょで申し訳ないんですけど、なんか本当に、手洗い場とか用意してほしいレベルで、ちょっと私、もう汗かきすぎて、<laughs> 本当にごめんと思った。本当にね、めっちゃ汗かいとったんよ。 すっごい汗かきとってもう自分でもわかるぐらい結構なんかちょっとベタベタっていうよりかもうもうちょっとびしょびしょっていうレベルぐらいのなんかちょっとなんかなんて言うんですかうん見、うん、やばかったの本当にもう <laughs> そうなんかこの間のリリーベが全部屋外だったんですよ。そうそうででの外 まあライブもやってその後にあのツ、にツーショットというかグループショットかグループショット会やってで握手会やってって感じだったんですけどそうもうなんか外にいるだけで汗が吹き出てきちゃってあ,のありがとう久々にね やばかったですねあのまずなんかあのオーバーチュアーがまかかるんですけどそのオーバーバチュアーライブ前のオーバーチュアーがかかって出るんですけどその出るのが大体いつも袖から出るもんなのにあのなんかその関係舞台の関係上なんか結構奥の室内から出るんですよ。あ <laughs> の えそんなとこから出るのってぐらいあの歩いていかないと結構歩いていかないとたどり着かないんですよステージに。なんでもうほんとオーバーチャーの最初らへんからこう歩いてってでその出た瞬間にもう暑いと思ってえそう暑すぎてびっくりして。でなんか 最初の方はまあ生き生き踊ってたんですけど最後らへんになっていくにつれてなんかもう手とかがなんか上に上げられなくなるぐらいもう酸素がもう,もう指先になんかもう行かなくなってきて <laughs> 本当にもうなんか自分でもこれやばいんじゃないかっていうレベルでなんか鈍くなってってう動きが <laughs>。いや汗めっちゃかいてる。 汗かきなので、気にしましたが、マイ、そうですよ、私も、私もマイケルも汗かきますよ。いや、本当にね、あれは暑かったでしょう、皆さん。一番暑い時間っ、そう、十四時とかだったから。 の MC の時に水分補給するんですけど、まあ、なんかみんなテ,ィン,あのテントに行ってでなんかあの半分ぐらいずつみんな交代でやるんでですよでその交代で行ってから普通まあ飲んで結構すぐも戻ってくるんですけどなんかこんなにもなかなか戻れなくても <laughs> みんな結構ね <laughs> あの。 時間,時間かけて水分補給してましたちょっとねやばすぎて「ティフいや暑い絶対なかなか帰ってこなかったそうだよもうみんなねちょっとねさすがにねそうちょっとこれは来てましたね 4日がティフで13日がなんかねなんだっけなエキサイティングサマーだったかなえ,え,えエキサマって略しちゃったんだけどえエキサイティングサマーで合ってるかな徳島なんですよで10そうそうそうあ待って待ってサマステサマステがね9かなん ?8 月九9 9日がサマステです 金曜日9日はねえっとね夕方のステージだったかなでも暑いと思う暑いは暑いよね把握してるの珍しくないやばいじゃん私 <laughs> スケジュール把握してないからね確かに違うんですよなんか8月大体こうスケジュールをなんかこう マネージャーさんとスケジュールを管理してるアプリみたいなのがあってでそこにこうマネージャーさんがこう入れるんですよ決まったら仕事を決まったらこう入れてそしたら私もそれ共有してて見れるからあこれ入ったんだって感じで見るんですけどそれを見て全部追加したんですよ自分の別のスケジュールのアプリにこうやってそう追加してそしたらもう8月はすごいって思ってそうだからなんとなく。 覚えてる日にちも全部大変だ <laughs> クアラルンプールなんかホテルとかにプールとかあるのかな やっぱ水着とか持てっとかいいた方がいいのかな <laughs> なんかあの <laughs> マレーシアってさどんな感じなのか全然想像つかなくってクアラルンプールだけに別にそれ,それでプールがあると思ってるわけじゃないですよ <laughs> いやなんか泳,泳げるのかなってちょっと思ってね トロブさんと前にったそれはねインドネシアですインドネシア行きましたインドネシアいやすごかったですねなんか初めてだったんですけどなんか結構日本のお店いっぱいあった気がしますなんか牛丼みたいな吉野家とか <laughs> 主肉メンバーチャートリなんですよあの <laughs> みんなチャートリチャートリの中にちょっとお邪魔してますそうなんですよ 千穂ち,ちゃんはそういないんですよ千穂ち,ちゃん一緒じゃないから楽しみますでも私なんか外国やっぱ不,不安 <laughs> <laughs> こんなになんか遊ぶ気満々な感じの話し,しといて <laughs> ちょっとまあ不安なんですよね。言語も多分通じないよね。 ピポピポ。英語でいいよ。もう英語も話せませんよ。ハロー <laughs>、はあ。ハロー。 コアさんどれぐらい話すようになったのかな、マレー語ねえ、なんかちょっと気になるわ、うん。ありがとう。ありがとう。ダメなのか、私。でもなんか。 魂で伝えられる気がします確かになんかあのジェスチャーがあればねいけそう現地情報を教えてもらってないの <laughs> もらってない <laughs> 教えてもらってないからちょっと連絡しますわ向こうはどのような気候でどのような感じなのか カープ情報を伝えてあげたらいい <laughs> えー、でもさカープ情報ってどうなんだろうねマレーシアでもチェックしてるかな <laughs> どうなのかな時差ボケしたらしいよえでも1時間しかないよ時差それ時差ボケなの お土産あでもさ例えばもみじまんじゅうとかってさ国境を越えることできるんですかねその飛行機でさなんか「はいこれ持ち,は持ち運び」とか「持ち込み NG です」とかさなりそうじゃないどうなんだろうね。<laughs> お肉 <laughs> 私お肉 <laughs> チキンチキン,チキンダメってねなったからねそう。 ダメそうだったなんかんかんないけど鶏肉の条約みたいなんがあって <laughs> そんなんないけどなんかお肉の条約みたいなんが多分あってそう私韓国チキン持ち込みしようとしたらできなかった <laughs> もみじまんじゅうはいけるのかな ありがとうおんぶもマイクもありがとうございます牡蠣はダメあ、食品はね結構気をつけないとねみかんあれなんかみかんってダメなんじゃなかったなんかえいけるんだっけみかんってあれですねあのなんかみかんジュースとか持ってってあげたいわ みかんはどう,なんだろう、ね、みかんダメだっていや厳しいなんか食品は厳しいんだね液体も無理韓国のさあの 荷物検査でさめっっっちゃ引っかかったかたら私液体で <laughs> あの相当止められたよもう3回か4回ぐらい止められました引っかかりまくったねなんか「液体ですよこれは」みたいな感じですごい止められて。 韓国で買った鶏肉を日本に持ち込もうとしたのなんかちょっと待ってください私がなんかそんななんか <laughs> 持って帰ろういやなんか違うんですよ聞いてくださいあの最終日にあのサーヤンと韓国のチキンを食べに行ったんですもう本当に帰る直前らへんのお昼ご飯で一緒にチキンを食べに行ったんですよで なんかフライドみたいな感じでこう揚げてあるやつですよって頼むじゃないですかそしたらマジでびっくりするぐらいの量が来たんですよもうなんかこんなん食べきないんだろうみたいな感じの量が来ちゃってで全然なんかその値段もなんかまあ見てたんですけどどれぐらいの量が来るか分かんなかったから <laughs> <こう笑>2種類ぐらい頼んだらいっぱい来てそ<う>でどうするってなった時に「あこれもう」 じゃあ食べきれない持っってて帰ろうって包んでもらったんですよそ,うでそれで、まあ、みんなで集合して空港行ってそしたらなんか通訳の人がいたんですけど「それは何ですか?」みたいな言われて「これはあのお昼に食べたチキンです」みたいな <laughs> 言ったら <laughs> あの「持って帰ろうと思って」<laughs> みたいな言ったら「いやこれはダメですよ」みたいな「<laughs> チキンはあの持ち込み NG です」えて「え?」ってなって。 そしたら他のみんなが「えチキン食べたい!」って言って「<laughs> じゃあこれ」って言ってみんなで空港でチキンを, <laughs> を食べて <laughs> でそうあの持ち構わなかったんですけど結局 <laughs> 知らなくってそう空港で通訳の人に教えてもらってその場でみんなでチキンを <laughs> 食べて <laughs> そう帰りました。 お腹に入れて持ち込んだそうですねそうちょっとねそれであの学びましたチキンはダメですよ調理してあっても駄 <laughs> 目なんですね。NG お腹に隠したえー、でもさその理論でいけばさ <laughs> えなんでチキン反応しないんだろうお腹の中にあるのにこう通った時とかにそんなの反応しないえ 絶対にしないよ絶対にしないんだけどさ例えばさパンツにチキンを入れてさこう荷物検査のとこあの通ったらさ引っかかるのかな <laughs> 危険物じゃないからえそうなの食べてすぐなら反応する <laughs> えどうなんだろうわかんないけどなんかどうなんだろう気になっただけちょっと。 あれは金属探知あ、そうなんだ <laughs> チキン探知機じゃないから <laughs> 大丈夫なんだ犬に吠えられるあ犬空港の <laughs> 密輸したことないですちょっとやめてください <laughs> はい 荷物だとレントゲンみたいに透かされたりするあ投資されたりするわんこにかがれたことないえないんだけど遭遇したことないよいるの何犬あのかっちょいい犬ですか黒っぽい警察犬みたいな感じの犬 <laughs> <laughs> 何犬なの見たことないんだけどビーグルシェパードえ分かんない全然想像できないブルドッグえブルドッグじゃないんじゃないドーベルマンあドーベルマンっぽい犬なんじゃない ありがとうございますえー、犬見たことないな <laughs> やらないですよなんか今別に気になって聞いただけなんですみませんね <laughs> なんか私がやばいことしそうな人みたいに見えちゃったらダメだほ <laughs> ん <laughs> あ,ありがとうございます 気をつけますね荷物もう結構長い旅になりそうでさでも私さ服をいいいっっぱい持ってくくのがすごく嫌なんですよなんか東京とかにちょっと沿線に行く時もなんか服をいっぱい持って行きたくなくってなんならもう3泊以上が確定したら、まあ、3泊4泊ぐらい確定したら洗濯したいんですよねめっちゃ洗濯したいんですけど。 洗濯はできそうにないから現地で買うの現地の服ちょっとあんま考えてないな面倒ま、面倒ですよね洗濯。 ニトリはあるらしいよえ、マレーシアにってことユニクロ なんか、でも困ることはなさそうじゃない <coughs> ここありがとうございますハイ、はい、ビースカースココアさんココアさんもう家もあれなのかな家具とか増えて新生活送ってるのかな もっと暑そうね日焼けしそうなんか暑いのも嫌なんだけど寒いのも嫌なんだよねあなんかめっちゃ室内がめっちゃ激寒みたいなん言うとったな。 撮影よまあ、ありがとうございます海外は撮影かか分からん、それはどうなんやろどうなんでしょうでも、なんか あれですよねなんかちょっとなんか本当はダメかもしんないけどなんかちょっと緩くなっちゃったりするよねなんかそんなイメージがあるどうなんだろうイベントはどうなんでしょうわかんない そうね。あ <laughs> り <laughs> <noise> がとう,う。 気をつけますよでもまだ行かないので <laughs> もう行くみたいな人になってるけど <laughs> まだ全然いますよ日本にはーい次皆さんに会うのは TIF でございますはい会いましょうん明日は土曜日か日曜日かじゃあ TIF てに会いましょうメイクもハートもありがとう58分か男女を呼ぼう山ちゃんさんティンさん考えなしさんクマネパパさんスルメッコさん ひさんよっちゃんごいちさんうまちゃんさんきなぺこさんぽんたさんなっつんさんふくちゃんまるさん1位はドドンミッキーさんでしたありがとうございますおやすみなさいおやすみなさい皆さん明日は土曜日です8月3日 見てくれてありがとう。おやすみなさいまし。ナイトクルーズ、私出ないやつや、ナイトクルーズあるのか。いいね。<laughs> いいですね。おやすみなさいませ。また明日。いっぱい寝るんだよ。 おやすみだよ。まだありだ,だよ。<laughs> おやん。